デザイン選手頭を変えて見えましたが、まずはスレイベンの検査官から、霊気拠点からのスレイベンの検査官なので、かなり怪しいスタートです。なるほどあ、それでも7枚キープですね、うん。で、山崎選手の方は赤マナに不安のあるデータだったんですけど、うん、無事1ターン目のドローで青赤のファストランドをドローすることができたので、これで色マナも全く困らないと。しかし開門の残骸から色マナ出ないながらもキランの信号が、そうですね、この後がその3ターン目、その、なんだったかな、3マナ3人の無色の作り変えるもの、そう、作り変えるものとかの展開であれば、うん、すごいいい感じですね。ただあ、いけそうですね。さあ、さあ乗ったアタック、うん、状況あるか、ない。ここで5点。ちょっと山崎選手のデータかなり微妙ですね。あのデッキを知ってるのであれば多分マリガンした方が良かった感じです。なるほど。赤マナもなかったし、このつむじ風がかなりキーのデータだったんですけど、うんうんうん、ちょっと危なっかしいハンドで、しかも出てもあんまり強くないっていう。なるほど。かなり危うい展開になってきてますね。さあ対するデザイン選手は無色マナしか出ないながらも、まあ、かなり軽快に展開しているように見えますね。そうですね、まあ、ただこのターン2マナのカードをプレイしてみたいな感じ で余った1マナでできればスレイベンの検査官を出したいんですけど、ここに次元の歪曲が飛んでくる。ゴリゴリいってますね、うん、さあ飛行機械トークを出しただけでつむじ風の巨匠が退場となってしまいましたが、チャンプブロック、まあ、かなり大きいですね。でもこれは、うん、まあ、ただ相変わらず、キランの新以降が止まらない状態に変わりはないので、ハイドラ、うん、下影ハイドラちょっと微妙、まあ、下止めるのか、まあ、あと栄光をもたらすものという感じになせるので、まあ、ブロックして止めようみたいな。さあ霊剣の収集艇もここに加わります。はいはいはい、うん、スレイベンの検査官を、収集艇、霊剣の収集艇経由で登場して、なるほどなるほど、でブロッカーを作り変えるものに任せると、うんうん、いい展開ですね、うん、慣れている慣れてやはり15マッチ事前にやり込んできただけあって、うん、デザインに動きがよどみないですね。さあ一応これでブロッカーとして栄光をもたらすものをプレイできるんですが、まあ、かなり危うい。なるほど。かつ、ね、その5マナと2マナのカードの交換になるので、うん、まあ、マナ効率というかその交換比率もすごい悪いですね、うんうんうん、横の収集艇も通っちゃうので、うん、まあ、残りライフ6になりながらみたいな感じでつきますね。これワンチャンスそのドラゴンを出しながらハイドラで殴って差し切れないかを多分検討してます、ね、うん、なるほど。さすがに無謀というか危うと思えば、さあアタック、お、ドラゴンいった、うん、作り変えるものに4点を飛ばします乗れなくなることを期待してるのかな。これ乗りつつめくれるのがたかりや、もう最悪ですねさあ出てしまっただが、まあ、とりあえずドラゴンは絶対通しますね、うん、いやこのアタックならどうだろうな、ちょっと賭けですね。このあと相手の手札が悪いことで、うん、期待したアタックです。もうこうすると7点通っちゃうので、さあ手札はアバシン、スレイベンの検査官と今ギデオンをドローしたんですが、これは色マナがないためかなりキャストは手札真っ白なので、あ、ただあれですね、あの霊気拠点がその霊気圏の収集艇で回復しているので色マナ出せるようになってますね。で手札にヘンエルドラージを引いてきちゃうので、もう下手なブロッカーも許されなくなりましたので、うん、多分あの山崎選手のプランとしてはこの後つむじ風の巨匠と、うん、あのならず者の生成屋であのソプタートークをチャンプブロッカーとして用意して守り切ろうというプランだったんですけど、うん、この出ましたね、このヘンエルドラージによってソプタートークンが追放されるようになってしまったので、もう完全崩壊です、うん、かなり厳しい格好の山崎選手ですね。ちょっとドローがもうなんか怖いみたいな完全引き方でしたけど、栄光をもたらすものはドローしたんですがまあこれ出すと負け確です、ね、だから出せなくてつむじ風の巨匠を出すしかないんですが、つむじ風の巨匠だけだと多分もう間に合わないから、ならず者の生成屋でもう上振れのアンタップイントチドローをなるほど願うしかない。上振れなるほど、
ツムジカスの巨匠を出すだけだと、うん、あのソプタートークも1体ヘイルダージの効果で追放されて、うん、で飛行クリーチャーが2体殴ってくるのでもう盤面で積んでしまってます、ね、うんうん、なので、まあ、ツムジカスの巨匠を出すとなるとあの、まあ、チクレイナズマをブラフで匂わせるぐらいしかないんですけど、まあ、それにしたって赤マナがないからそれもダメだからもうならず者で引くしかないっていう状態ですね、うん、いやしかもこれ色マナも縛られてるな、島か山じゃないとダメですね。なるほど。さあ山崎選手引けるか。列挙点でもいける。あ、罪ですね。ロナスでしたね。さあハイドラでアタックに行きますが、まあ行きますね、うん、あのワンチャンスあのキラーの進行でブロックしてもらえると絶対負けてしまうので、なるほど。ブロックしてくれ頼むアタックです、うん、たまになります、ね、まあさすがに、うん、するですね。冷静ですね。やっぱり詰めてる側はやっぱりいついかなる時も冷静。山崎選手のライフは2。やっぱり白単色にするとあの今マナに置いてあるような、うん、あの、だってか死に行くあさりの地とか、うん、買い物の残骸とかああいうこうボーナスランドが使えるのが結構いいですね、うんうんうん、さあここで3体でアタック、追放、ワンドロー。さあここで山崎選手投了ということで準決勝1本目はジェレミーデザニー選手が、選しました。うん、まあ、やっぱりちょっとねティムーラーさん3マナ圏が膨らむデッキなので、うん、まあ、あの相手の1マナから始まるアクションには少しもろくなってきますね、うん、さあここから試合をサイドボードに入ります。で一方のデザイン選手は、まあ、再び7枚キープと一回も割り返しないですね、うん、乗ってる。これは、ね、結構勝つ流れ。やはり無色土地が固まってきても、まあ、先ほどのように機体とかエルドラージ各種で展開していけると。そうですね、やはり強みなんですかね。僕もちょっと前ゾンビを使ってたんですけど、やっぱり短縮のデッキはもう事故りづらい、マリガンが極端に少ないですね、うん、その色バナ事故みたいなことが存在しないんで、うんうんうん、やっぱその分キープ率は上がりますね、うん、さあ山崎選手ダブルマリガンは回避してワンマリガンでスタートです。そうですね、ただ手札は若干もっさりなので、うん、デザイン選手の方がアグロプランだとちょっとつけ込まれるかもしれないですね、うん、あただチクリーナズマを引いた、ただこれだとあれです、ね、キランの信号かどうかでかなり揺れますね、うん、やっぱりここはサクアクとの違いですね。さあただ2ターン目のアクションはあるかな。タカリア、これならチクレイナズマで、うん、いい感じですね、いい感じです。なるほど。でここで爪地数の巨匠で盤面を止めると、うん、栄光をもたらすものまでの時間を作る。かなりいい展開ですね。これでようやくチクレイナズマのドローに助けられました、ね、うん、そしてつむじ風の巨匠がここで登場。ただ、デザイン選手側の手札に何代の剣者が、まあ、複数枚あるので、うん、栄光をもたらすものが出る前に取り除かれてしまうかもしれないです、ね、うん、ただ土地の問題があるんで1枚土地1枚かちょっと悩ましいところですね、うん、キラーの新以降を出したいところですけど何代の剣者を確実に出すためには、うん、手がかりを、うん、僕もこれでいいと思いますね。ここはキラーの新以降を選択した。そうですね、まあ、ちょっとこの神の目で見ると栄光をもたらすものしかないんですけど、うん、やっぱそのチャンドラとかねいろいろ可能性があるので、うんうんうん、まあ、その恨みを潰しておくためにもやっぱりキラーの新以降の方がいいかなと。さあ山崎選手の方は無事5枚目の土地を手に入れたの で、うん、でこれで何台あのエコモターすものが確定しました、うん、そこでアタック攻撃を仕掛けましたね。さあここでアンタップインの土地を手に入れれるかどうか。主力のファストランドとかあるのでちょっと確率は下がってます、ね、うん、さあ引かないが代わりに、登場要因キランの信号に対する登場要因である、うん、モアン的な作り手を手に入れたので、うん、はい、コメントにもありましたが、もう一方の準決勝の試合は三宅恭平選手対中村周慶選手で、
同時進行で行われております。そこで次元の歪曲でキバナガ銃の甲を除去、うん、モテアタックで。これぐらいのテンポデッキだともうタミネスさんの除去で十分っていう感じなんでしょうね、うん、さあここで待ちに待った。そうですね、栄光モダラソンがプレイできます、うん、ただ、キバナガ銃の子が除去されてしまったのでちょっと難しいですね、うん、このまま本当に殴り切れるのかっていうちょっと懸念がありますね、うん、今このターン特例込みで攻撃を加えると7点入りますが、まあ、次特例で起きないので、まあ、黒がかなり減速しますね、うん、もし返しキラーの新以号に登場されてアタックされると、まあ、1回はチャンプブロックできますが、うん、もう押される展開に変わりはない。さあここはアタックしていきます、うん、行った方がいいと思いますね、うん、やっぱライフをある程度詰めておかないとちょっと後の選択肢が広がりづらいので、うん、特例をしない択を検討中ですけど、うんうんうん、しなかった。しなかったですね。うん、まあ、確かにあのデッキだと栄光モダラソンはかなり除去しづらいですね。ただ手札に停滞の穴を持っていると、うん、おただメインで除去しなかったのでここでサイドインした否認が、なるほど、気を吹く可能性があるとこれさすがにカウンターしたら勝ちますね、これは、うん、来るか、さあ引けるか。あ、これトークン出した方が良かったと思うけど、ぴったり貼ってんだし。あ、さすがにアップキープ。さすがに。さすがアップキープ。え、でも何の意味があるのかな。なんかマナを切るだけだからメインと変わんないですけどね。うん。危機を察知したかもしれない。勘で。さしかし坂毛ハイドラをドローしましたが、これはどうでしょう。坂毛ハイドラはあんまり関係ないですね。うん、ちょっと。キランの新以号に詰められることが今この盤面での、あ、ただライフ詰められる、あのスレイベンで1回チャンプされるな、結構難しいですね。そこで先ほど引いた逆毛ハイドラを戦場に加えていきます。まあでも何も引かないよりはもうはるかにいいところですね、うん、これでつむじ風のトークも2体出せるようになったので、うんうん、ただ手札がなくなってしまったので、うん、デザイン選手にとっては秘宝ですね。手札難題の保険者が2体こっちを見ているので、うん、なるほどもう44のデメリット能力は確定してしまいました、ね、うん、さあアンタップインの土地を引いた、この後どうするかですね。手札がアバシンがあるのかな、難題難題もう一枚何だったかな。あとはこの2種類のエルダージスプレイですね、次元の歪曲と歪める嘆き、これがあるのかどうかというところもかなり影響してきそうですね、まあ、とりあえずキラーの進行でアタックしてソプターにチャンプされつつ、うん、第2メインで難題をプレイして、うん、まあ、キラーに乗れるようにして、まあ、ソプタートークに嫌味を聞かせながら、まあ、ハイドラもスレーベンでブロックできるみたいな、まあ、ただお茶を濁すターンみたいになっちゃうので、うんうんうん、おや、どうしました。5、なるほど、詰めるプランか、これでソプター3体でアタックして、うんうん、ここで4マナ、なんだろうね、これは詰んでそうだな、ソプタートークン2体出してで上から2体通って、いやギリギリまだいけるか、いや3体通るから詰んでるんじゃないかな、2体出して、いやギリまだ持ってるか、まだ持ってるな、うん、残り約1になっちゃいますけど、うんうん、ただ相手も5だからフルパンはしづらい、うん、難しいですね、かなりギリギリな勝負、
さあトークンを1体追加しましたね、うん、1体かエネルギーを残していくどっち、うーん1体か1体、うーん難しいけどな。ここでかなりですね、難しいこれ、うん、マジックっぽい場面だという。難しいコンバットドリル、話題のコンバットドリルがちょっといきそうな。さあここでオールアタック、オールアタックだと見かけだとアイドラに何台が突っ込む、いや突っ込まないかの、うん、うん、そうですね、2、3行くのはちょっと怪しいですね、うんうん、これで1点、残りが3と。ちょっと微妙な攻防でしたね、スリーペンはでも落とせたから、うん、手はたかりやか、手札たかりやで、墓地もたかりやいるから、ただ黒マナが一個も出ないか、戻ってこれないと、うん、ここでかなり重要な局面ですが、霊拠点引いてますね、うん、霊拠点引いてると結構違ってきますね、あの手札を何て読むかなんですけど、うん、最大効率はたかりやを墓地から釣ってで、かつて札のやつも出すことによって、まあ、次のターンに対して爪を用意できる、うん、まあ、まず1号を出してで、キラーの信号に登場、残りライフ5はかなりいやらしいですね、うん。山崎選手の手札は土地なんですが、ジェレミー選手から見ると、まあ、何を持っているかわからないのでかなり慎重になっているという状態ですね。そうですね、まあ、ただここでプレイしないカードってもう除去カード以外ありえなくて、うん、でもう除去をケアできる盤面じゃないので、うん、キランがなくなっちゃったらもうほぼ負けですし、なるほど、まあ、だからもう何もないという想定でいくしかないですね、うんうんうん、だから多分もうその迷い立つたびもう何台出すたくはすぐに切り捨てて、うん、もうたかりは出しました。さあ何体いけるか、タカリアでキラの信号に乗るまでは確定していて、うん、で作り手と何台まで行っちゃうかみたいな、作り手までは行っても良さそうだな、そうするとつむじ風落ち取られるから次のエネルギーカードによる受けを、うん、潰せるからキランのアタックは確定で、残り1になるかチャンプブロックされるか、そうなると1体削っておきたいから、まあ、作り手っていう択は悪くないですね、うんうん、いや除去は多分もうケアできないかなっていう感じですね、うん、殴らなかったのかな、もしかして、うん、いや違うか、いた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 、うん、はい、3体アタックと結構素直ですね、その霊拠点も置いて全てをさらけ出してからアタックして、うん、こうすると相手からしたら考えやすいから、うん、なるほど、これは返しの機能するブロッカーがキランの新囲号だけだから、
か積ん、あ、積んではないか。これでギリギリか、うん、これでライフが浜崎選手2。レイキとの蝶しかしこれはどうでしょうね。まあ積んでますね、おそらくダメですね、うん、エンドに宝屋も帰ってくるんでこのターン渡しちゃうともう総攻撃でなんか持たなくなっちゃいますね、うん、なんかあのソプターを2個だけ出したところがちょっと中途半端だったかなって感じですかね。なるほどなるほど、ちょっと行ってもよかったんじゃないかな。さっきは逆毛ハイドラのみでアタックですが、でキラーの信号でブロック、うん、で返しのアタッカーが4体、うん、で残りだけ2なのでどれもブロック通せない、かつもう場にはシフェットの砂漠もあるので、うん、なるほど、白マナ引かないか、あ今厳粛引きましたね、うん、なるほど今さら4マナ一応難題の権者で、うん、なるほど、全部確認もできると。そうです、ですが、まあ、ここはアタック変わらないよと、うん、はい、というわけで、ここでジェレミー・デザーニ選手の勝利が確定ということで、決勝に進出したのはジェレミー・デザーニ選手でした。おめでとうございます、はい、さあ